どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リオです。さあ本日はですね、ラージャン追加されましてね、新モンスター、このラージャンハンマーですね、このラージャンのハンマー、こちらについてご紹介をしていこうかなと思っております。かっこいいです、めちゃくちゃかっこいいですよねこれ。まあ、ちょっとこの人のくびれが素晴らしいっていうことはちょっと置いておきましてですね、この素晴らしいかっこよさ、このハンマーすごく気に入っております私。でですね、このハンマーなんですけれども、実はですねギミックがありまして、ジンオーガのハンマーとかと同じようなギミックがありましてですね、まあ、普通の納刀状態でも抜刀状態でもこの黒いんですけど、力試します、光ります、どうでしょう、かっこよくないですかこれ、これやばいでしょ、納刀黒いんですよ、力試します、光ります、かっこいい、これがめちゃくちゃかっこいいんで、後でねこのラージャンハンマー4人で狩猟してきた映像もちょっと最後にねちょっとだけつけようかなと思ってるんですけども、ね、こちらの装備紹介を早速やっていきたいなと思います。で、最強かと、最強なのと、まあ、ラージャンハンマーって大体他の武器種でも結構最強と言われたりするんですけど、最強かと言われると、まあ、そこまで、まあ、最強クラスではあるかなっていう結論に今なってるんですけども、一応装備がこちらになってます。で、このラージャーハンマーのまずメリットとデメリットを話していきたいなと思うんですけども、まずメリットはですね、素の攻撃力が最強です、一番高い。ただし切れ味が、デメリットね、切れ味がもともと青しかないと、だから匠が必須ですね、白ゲージ出すんだったら。で、会心率がマイナス 15% あるんですよ。一応これ会心率強化と回復能力付与っていうカスタムにしてるんですけども、これ今マイナス 5% になってるじゃないですか表示が。だから、マイナスは消えません。カスタム一応両方とも改心すればまあ消えますけど、まあ、回復能力要はやっぱちょっとないとねきついんで、まあこういう感じですとマイナス 5% っていうのがまあデフォルトかなと。で、カメラ属性が120ついていって、まあ、スロットは4相手のこれでメリットですね。で、スキルで 100% まで回心率持っていきます。見切り7、これでプラス 40% に攻撃4でプラス 5%、 まあここでマイナスが消えて40% ですよね。で、挑戦者レベル5でプラス 10% で、これで 50% で、弱点特攻の傷ありで 50% プラスされて 100% と、だからちょうど 100% に行くと。見切り7、挑戦者5、攻撃4、弱点特攻3にこのマイナス 5% っていうのが割と効率が良くて 100% ちょうど行くんで、まあ、このスキル構成がまあテンプレになるんじゃないかなとは思います。で、体力増強さんがまあ、生存に振っていると。で、あとの匠にはね必ずないと白ゲージ出ないんでね、まあ、匠2ぐらいでいいです、匠2ぐらいでいいと思う、まあ、1でも最悪いいかもしれないけど、まあ、2ぐらいあると安心かなっていう感じですね。で、爆破属性強化がおまけ、熱ダメージ無効もおまけ、力の解放もおまけで、ひるみ軽減はこれマルチ用に組んでるんで、つけてます。で、整備もおまけですね、加速強化もおまけで、達人技は必須と。ひるみ軽減はね、まあ、ないいらないよと、ソロしかやんないよっていう人は抜いていただいていいと思います。装飾品を見ていきたいんですけども、装飾品はですねこんな感じになってます。ちょっとハードルが高いものもあると思うんですけど、これはスキルシミュレーターかけていただいて、皆さんねお持ちの装飾品が違うんで、こうしろああしろって言えないんでね、なんで皆さんでスキルシミュレーターかけていただいて、全く持ってないっていうものがあっても組めるっていうパターンあると思うんでね、まあ超新体力とかなくても、なんか対象体力とかがあればなんかいけたりとかするんで、なんかそういうのが皆さんあればね、まあお好みの装飾品つけていただいて組んでいただければなと思います。スキルはこんな感じの、まあ、スキル構成でいいんじゃないかなっていう。じゃあ早速ですね、ちょっと検証をしていきたいなと思います。ダメージの検証もね、一応ですね、まあ、強いと言われているハンマーっていうのは3種類ぐらいありましてですね、この大ラージャン、ド発語大ラージャンと、まあ、流山追アルタミラ、ちょっと読み方わかんない、読み方わかんないけど、アルタミラ、これ、ディノアシのハンマーと、あとはネルギガンテのハンマー、この3種類がまあ基本的にはハンマー界、トップ3なんじゃないかなと思ってるんですけど、この辺のこの3つのハンマーを検証していこうかなと思ってます。で、まあ、スキルの説明は、挑戦者が入っちゃってるんですよ。挑戦者入っちゃってるんで、まあちょっと完全なるダメージ検証はできないんですけど、ただ全部入ってるんですよね、このスキル、この装備。だから、まあ、一応、挑戦者はないものと考えて、でもまあそんなに差は出ないかなと思うんで、まあ、これだけ調整者3なんですけど、だからちょっとだけ有利、アルタの方がこのトレーニングモードではちょっと有利なんですけど、まあ大体同じと仮定して話していこうかなと思います。もうちょっと上がりますね。だから本来だったらラージャンとネルの方はもうちょっとだけ上がるっていう感じですね、アルタよりは。はい、以上です。じゃあ早速まず、ラージャンハンマーからですね、達人の遠投を置いて
で、不動の装備を着た状態で、力試すると。でこの状態だと、1908まで伸びます攻撃力がね。これで、強ため3を入れていきましょう。よいしょ、635と、まあ、もうちょっとね本来だったら挑戦者が乗ってるんで、まあ、伸びますよという感じですね。モンスター相手にはね635と、まあ、ちょっとだけね雷属性が入ってるっていうこともまあご理解いただければなと思います。で次はですね、このアルタミラ、アルタミラはまあどのぐらいいくかと、これが多分ね一番強いとは思うんですよ、ハンマーの中では。まあ、タイムアタックとかでよくこれ使われてるハンマーなんで、さあこれでよいしょ400、あーちょっと待って、不動の違う天使の装備来て、ここだって攻撃力がちょっと上がるんですよね。これで1877ですね。ここで強ためさん入れるとよいしょ646と、やっぱりねちょっと強いんですよねアルタミラ。まあ無属性なんで無属性強化も乗るし、あと紫ゲージっていうのもあるんで646と、まあ、ちょっと挑戦者の3と5っていう違いがあるんで他の装備と比べると、まあ、その辺がちょっとどうなんのかなっていうのはあるんですけど、まあ、強いことに変わりはない。まあビサですよね多分ね、この辺は。だからまあ雷属性弱点だったらまあ大ラージャン担ぎはいいし、雷属性じゃなくて普通になんかあんまり弱点ないよっていうんだったらまあ無属性でいいしっていう感じですね。さあ最後はネルハンマーですね。ネルハンマーいきましょう。ネルハンマーはどうなるかというと、力試してそうすると1924と、やっぱり素の攻撃力が高いんですよね。でしかも今カスタム強化が会心と回復に入れられるじゃないですか。だから会心率 100% 結構簡単にいくんですけど、この武器は。さあどのぐらい出るんでしょうか。よいしょ、647と強いです、相変わらず強い。まあねちょっとね挑戦者が5なんでもうちょっと伸びるんですよこの武器なんで、やっぱりねスキルの枠がフルチャージとか挑戦者とかゴリゴリ詰めるんでこの武器だと。なんでまあね竜属性もちょっと通ってるんで、竜属性通んない敵だったらアルタミラの方がまあちょっと強いかなとは思うんですけど、竜属性がね通るんだったらこのねネルハンマーが、まあ竜属性通んないんだったらアルタミラっていう全然パターンもあると思うんですけど、まあ竜属性通るんだったらこのネルハンマーがまだまだ最強なんかなと思いますね。まあそんな感じでダメージ検証していったんですけども、やっぱりねまだまだですねこのラージャーハンマー強いんですけど、もちろん強いんですけどアルタミラもネルも強いよと。だからまあこの辺はその、まあ、弱点属性によって、まあ、切り替えて使っていくっていうのが、まあ、一番なんかその効率的なハンマーの使い方になるんじゃないかなと思います。ではですね早速ちょっとラージャンハンマー4人部隊のね狩猟の様子をご覧いただければなというふうに思います。ラージャンハンマー4人部隊の狩猟はちょっとやっぱあんま強すぎるモンスターが行ってもに行ってもあんまりちょっとなんかその魅力伝えられないかなと思って、ある程度はめれるね、ある程度スタンとか罠とかではめれるモンスターがいいかなと思ってちょっとリオレイヤー相手にはなっちゃうんですけど、まあ、そちらのね、様子ラージャンハンマーこのスーパーサイヤ人4人っていう、ね、こちらをもうちょっと1年後には大猿になってんじゃないかっていう、こちらの様子をご覧いただければなと思います。それでは白映像へどうぞ。さあ早速ですねラージャンハンマー4人部隊の犠牲者になっていただこう。サービスショットいきまーすさあスーパーサイヤ人4人によるリンチの映像を皆さんにご覧いただこうかなと思っておりまして、早速まずはバフをかけていきまして、そして怪力の種を飲みまして鬼人の粉塵も巻きます。さあ行きましょう。そしてまあ石ころを取って OK ゴーかっこいいよねこのハンマー、めちゃくちゃかっこいいよね。ナイス、吹っ飛ばしサンキュー。 OK、 そっち頭か。さあまずはグルングルンドンガシャッグル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 ドーンダーン楽しい、見てくださいこの金玉舞台、金の玉が4つ動いております。いやしびれはナイス、しびれはナイス、はい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 
ほーはあ637、いいダメージ出てるね、いいダメージ出てる。はいはいはい、当たる、オッケー、はいはいはい、オッケー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 、いいよ、素晴らしい素晴らしい、おいはい、おーはい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 楽しい、麻雀ハンマー、ナイス、しびれ罠ナイス、いきます、ぐるぐるドン、はいガシャン、ぐる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 、はい、おー楽しい、やっぱね、このね、しかもね、楽しいだけではない、このハンマーめちゃくちゃかっこいい、こんなに光るハンマー、あー、いくらった、超かっこいいじゃんこれ、やばいよね、まあ、ジンオーガのハンマーも結構かっこいいんですけど、スイブルーブルイブルーブルーブルーハンマー使ってるとか人格変わるっていうのはありません、不動の層生きてるからそんなの聞かないぞ、やめろ、止まれ止まれ、動き回るんじゃねえ、止まれ、ブルードルー、ここだ、届かない、うはいはいいやすごいな、この映像すごいな、この映像すごいぞ、ふっ、全然違うところに張り付いていった、こっちに張り付いて、はいはい、よっしゃー気持ちいい、やっぱハンマー最高やろ、おらドルーぜー、何分これ今の、2分56秒ですよ皆さん、これがラージャーハンマー舞台の実力です、いやー楽しいね、まあ、こういった遊びをですね皆さんね、我がサークルはよく行ってますんでね、よかったらディスコードのサーバーを立ち上げてますんでね、もしよろしければ皆さん、概要欄より参加していただいて、ぜひ皆さん一緒に借りましょう、夜な夜なね、ボイチャーつなぎながらやってるんで、さあみんなで合わせまして、いきますよいきますよいきますよ、スーパーサイヤ人4人舞台、3、2、1、はーって、いやーかっこいいね、いやこのハンマー最高だわ、なんか他のハンマーにもこういうギミック欲しいですけどね、結構ね、というわけで動画気に入っていただけましたら、ぜひね動画の高評価そしてチャンネル登録お待ちしております、よろしくお願いいたします、それではまた次のラージャンハンマー舞台動画でねお会いしましょう、バイバイ。